社会学者、古市憲寿氏、38、が19日、コメンテーターを務めるフジテレビ系、目覚まし8、月曜から金曜前8、0に出演。女優、広末涼子、42、の夫でキャンドルアーティスト、キャンドル淳氏、49、が、妻とレストラン、塩、のオーナーシェフ、鳥羽周作氏、45、のダブル不倫報道を受けて会見したことについて私見を述べた。古市氏は、長い会見でマスコミに対する問題提起としては面白かった。反原発や平和への思い。を語るわけですが、テレビで語るときはこれまでの流れ上、広末さんの関係中心になる。レポーターを前に呼んできて1対1で質問してもらうとか、これまでのマスコミがやってきた会見はちょっと暴力的だったんじゃないのという提起として面白いと思った、と語った。一方で、広末さんのプライバシーに踏み込んだ形で話していましたが、あれはどこまで広末さんの了解を取っていたものだったのか、と疑問し、広末さんや子供への思いは分かったんですけど、あの会見で赤裸々に広末家のことを喋ってしまうことはどういう影響を及ぼすのか、どこまで自覚的だったのか気になります、と語った。